23番横江豊、34番ベンジャミン・ローソン、ナンバーレボン山内スーパースター。そしてここ郡山市出身は11番の山内、司令塔の村上からフェイトン、フェイトンからマーフィー、マーフィーが行くゴリゴリといってフックシュットを決めた。40番のフェイトン、マーフィーのスリーが来た、どうだ、決まった、7対2。フェイゾンの前が空いている。ユーロステップからのシュート決めた。先に2桁に乗せてきたのは宮崎も投入しています。その宮崎からティルマン。ローソン216センチ。11番杉本。杉本からローソンへのパス。完全に空いた、ダンク。福島の司令塔村上です。ティルマン、ローソン。そして杉本。杉本が中に入ってくる。ファウルがあってバスケットカウント。名古屋の反撃、一気に来た、これも入らない。24番の荒川です。トモリが入れます。ベテラントモリ、バウンドパスから24番鈴木のスリー、コーナースリー決まった。ティルマンからか、シェリフ、そして12番のフィッツジェラルド、スピンムーブから決めてきた。33番ティルマンのトップスリー、これは意表をついてきましたが惜しくも外れる。40番のフェイジョン、トモリのスリーだ、どうだ、決めてきた。おっと、これはバックコートバイオレーションにはなりません。さあ1番のキャプテン宮崎、宮崎がジャンプ2、これはファウルがあってバスケットカウント。ここはローソンがついている。村上スリーポイントは狙わず、フェイジョン、このままゴリゴリっていくか、フックシュートを決めてきた。マーフィーから村上、バウンドパスで、これはフェイゾン、パスコースよく見えていました。こうリバウンドを取りに来るでしょうか。33番のティルマンです。さあ21番菅野のウィング3、決まった、中央にすっぽりと決めてきました。ルーキーの山内がついているが、23番の横江からローソン、ベンジャミン・ローソン、さあローソンがゴリゴリっと入ってきてターンしてのシュート、これはバスケットカウント。次を落としています。8番の村上、菅野一人かわして中に入ってくる、フェイゾンだ、決めた。あ、これはよくつなぎました、福島。そして外から村上のコーナースリー、決めてきた。思わずガッツポーズを取る福島ブースター。フィッツジェラルド入ってきてフェイダーウェイ気味のシュート決める、ここはうまい。さあそしてここで試合終了です。ファイヤーボンズ104対81。